もうめちゃめちゃ綺麗ですね。あえどこら辺がですか。まあ綺麗ですけどね、水の流れが。あ本当だ、うん、やけにリアルですね、はい、やっぱうちの田舎思い出しますもん。群馬って川ないんですか。いや群馬はね海がない代わりに川はいっぱいありますよ。ああるんですか、はい、じゃあ結構川で遊ぶこともあったんじゃないですか。いや僕はねそんなあんまり記憶にないですね。えじゃあどこで遊んでたんですか僕ですか、はい、なんで僕のそんなプライベートを引き出そうとしてるんですか どこだっていいじゃないですかいやサムさん、え別にサムさんのプライベートに私めちゃくちゃ興味があるわけじゃないんですけど、話のね今ねトーク番組なんでごめんなさいね。すいませんすいません、怒っちゃ いけないとこでしょ、ね、今でも聞かない方がいいっすよ。なんでですか。これ砂場で一人でずっと遊んでるだけですよイメージまんまじゃないですかでも僕あんま笑顔で言う話じゃないんですけど、はい、僕あの砂場友達っていうのがいて、はい、本当僕と一緒にすごい想像力がすごい子で、はい、砂場でアンパン作って、はい、本当にその砂食べてたんですよで僕その友達に、はい、それは危険だよって言ってやれなくて、はいはいはい、言ってあげてくださいよ。で俺も美味しそうだねと思って、はい、俺も食べるみたいな感じで食べたら、はいはい、もうすごいジャリジャリって、はい、でしょうねして、でもその友達すごいそのまま美味しそうに食べて、はい、家に帰ってって、はい、でその子の友達のお母さんに、はい、砂を食べてるんで、はい、今すぐやめさせた方がいいですみたいなこと言ったら、はい、すごいその友達怒られちゃったみたくて次の日から砂場に来なくなりました友達じゃないじゃないですかまた一人で砂をいじる日々が、はい、でもなりちゃんも砂ぐらい食ったことあるでしょ。はい、私はリアルに食ってましたはい、ここでなんか僕らの共通点砂を食べるっていうのがあるんですかありましたね。私は違いますよ、砂だと分かっててワンチャンいけるんじゃないかっていう。もう笑った俺が悪者悪者じゃないですかこれもう本当にリアルなタイプなんで。俺のはなんかあれだったのにな、はい、幼稚園の頃の可愛い遊びだったのに、まあ、可愛くはないですけど、はい、良い子の皆さんは真似しないでください。真似しないでください。本当ダメです、はい、砂は食べちゃいけません。食べちゃいけません。でもサムさんの手玉は食べていいわけですよね私どんなバクなんですか俺の夢を食べないでくださいああ分かりますよ、避けます。じゃあこのね流れを、水の流れを変えるのは今日は私かもしれないですね。今来ちゃってんですか。なんか今来ちゃってます。今ね来ちゃってます。後で来ますまだ待っててください。じゃあ俺も後で来ます、はい、釣りっていうのはね時間かけてゆっくり楽しむものなんで。そういえば何言っちゃって釣りしたことあるんですか。釣りは旅打ちとかでちょっとやったことあるんですけれども、はい、全然釣れたことないです。へえ、まあ、ただですよサムさん、私、まあ、知ってるかどうか知らないんですけど、はい、元アイドルなんで。いや知ってますよ、魚は釣ったことなくても釣り師だった可能性はあります。あれあれあれ、はい、お茶目な話しますね俺も釣られちゃってるのかな。今これ釣ってます、釣ってます。やばいなこれ。早く玉くれ、玉出せ今釣ってください。いやごめんなさい、全然届いてないです。届いてない、わかりました。まだ竿も届いてない何にも届いてない。ちょっと餌が悪かったのかな。いや餌何も来てないです。何がいいかな。そうサムさん、私のうなじでも見ます。いやいや、待って待って、うなじ餌にならない。いやいや、俺がもしここで食いついたらただのド変態親父ですよ、本当に、ね、ダメか。ダメでしょ。サムさん、何の餌なら釣れるんだろうな。ゴシップじゃないですか。あ、とっておきのゴシップを言えばすぐ釣りますよ。とっておきのゴシップか、最近誰も教えてくれないんですよ。本当ですよね、業界の闇をね俺に教えてくれないんですよ、多分サムさんのリアクション私想像つくんですけど、へえみたいな、あそうみたいな。私の中で恋バナが流行ってて。ちょっと待ってくださいうわ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 、みんなーっていうね、はい、恋バナの時間だぞーっていうのをね僕はみんなに言いたいです。ごめんなさいね、はい、
誰かと会うと恋バナしたくなっちゃうお年頃なんですよ。もちろん独身の方にですよ、はいはい。まあ、昨日はあの編集部 の、はい、あの H さんと、あ、そうだ、昨日あれですもんね、そう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 、女性ライターのスケジュール全部サーブしてる気持ち悪い人だったんですけど、あの旅行ってますよね、昨日ね、旅行ってたんですよ、そう、2日間旅行ってるはずなんですよ、そう、山形県に、俺もね、あれなんですよ、ガイドワークスの喫煙所にね、僕は、はい、住人としていつもいるんで、しょっちゅうみんなからいろいろ聞くんですよ、スケジュールを、なんでごめんなさい、知ってるんですよ、私のスケジュール知ってたんですね、はい、そう、山形県で移動長かったんで、移動時間、片道6時間、あ、片道3時間で往復6時間あったんですけれども、はいはいはい、その6時間で一つも恋バナが出てこなかったんです。ここまで振っといて恋バナの話ないんですか。はい、ちょっと聞く相手間違えたと思って、もうちょっとね、俺もね、今のでね、ちょっと申し訳ない、もうちょっとお腹が立ってしまったんで、はい、もう1枚入れますわ。もうちょっと本当にもうちょっともう申し訳ない、もう本当にびっくりしました。もうちょっとこれもうちょっと、例えばナビちゃんの初恋話って何なんですか、はい、ちょっと教えてくださいよ。私の初恋話、はい、あ、恋バナから、はい、人のね、まあ聞くのもあると思うんですけど、自分で何か話したっていう、うん、あ、でも私初恋あれですね、学校の先生です。へえ、あら、まあ、いつの学校ですか。小学校ですね。ちょっと何年生の時にその恋をしたか覚えてないんですけど、まあ、ちょうど今あの俺の娘が同い年くらいなんで、ちょっと怖いですね、はい、ちょっと聞かせてください。私もともとやっぱ年上の男性が好きだったんで。あ、なるほどね。私もね、やっぱりちょっと混ぜたらガチだったんですよ。まあ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 、まあ、先生みたいな、ちょっと遊びに連れてってよみたいな、デートしようよみたいな、混ぜてますね。めちゃくちゃ混ぜてたんです。あ、はい、ちょっと待って、こっちも混ぜた演出が来ちゃいましたね。ちょっと、ちょっとね、サムさん混ぜてますね。だいぶ混ぜてますね、はい、遊びに連れてってよって、ね、俺も言っちゃったりして、これちょっと、あ、でもね、なんかここのフラッシュが赤かったり赤くなかったりっていうのがなんかあるっていう、これはフラッシュの違いもあるのかもしれない、ね、なんかあるんですかね。でもこれノーマルですよね。いや、でもノーマルでも当たるのがやっぱその海物語と同じ感じなんで、ノーマルでも十分期待持てます。はい、先生ごめんなさい、終わりました申し訳ないです、はい、私が先生なわけじゃないです。そう、先生に恋してすごいかっこよかったんですよ。で、例えばどんな感じなんですか。やっぱ夏希さんとかなんかそんな感じのイケメン風だったんですか。なんか、あ、かっこよかった、イケメンで理科の先生なんですけど、はい、今夏希さんっていうのを華麗にスルーされましたけど、はい、まあ大丈夫です、はい、僕のメンタルは揺れてないです。じゃあなんでその先生に好きになったかっていうと、はい、いつもその先生が言ってた言葉があって、あら、すごい覚えてるんですけど、はい、ボロは着てても心は錦っていうセリフをいつも私に言ってくれてて、その言葉が先生は大好きだから、もうまさに私その言葉にもう現地付けられたというか。なんかすごいいい話。本当ですか。なんかこの後ちょっと休憩していいですかっていう、俺言いづらくなっちゃいました。結局その先生とは何かあったんですか。いや、もちろん何もなかったですよ。へえ、うん、でも小学校5年生だと多分もう恋人を恋してるんじゃないですかね。いや、怖いっすね。あ、やっぱ怖いんですか。いや、俺なんだろう、やっぱ娘と最近いつも遊んでるんですよ。はいはいはい、あの友達みたいな感覚で言ってますけど、うん、あのゲーセン行ったり映画見たり、はい、やっぱサムさんも娘さんに彼氏ができたら娘はやらんみたいなお父さんになるんですか。いや、っていうか一緒に遊べなくなるのがまずすごい寂しいし、はい、遊び相手がいなくなる一緒に今ゲームやってるんで、はい、いつもはお父さんと一緒に遊んでるのに、はい、友達と一緒にね、はい、どんどん女の子になっていくのが父親としてはちょっと、まあ、そんなすごくはないんですけどそんなすごいと俺なんかちょっとね過保護すぎるんでちょっとあれですけど。いや、ただ私が感動してるのは、はいはい、サムさんも世間のお父さんと同じ心を持ってる人でちょっと感動してます。あの小さい頃砂がね友達だったあの男が親になって、はい、親になって、すごく私は感動してますよ。心もボロだし空気テルクもボロなんですけどまあね、本当女の子って
成長早いんで本当に、そうですね、1年1年があのー、あれかなと思ってるんでね。今一緒にまだお風呂って入ってるんでしたっけ。お風呂は入ってないんですけど、はい、まあソーシャルゲームみたいな、あの、うん、携帯ゲームは一緒に一つのアカウントでやってます。あ、はい、仲いいんですね本当に。あの課金するかしないかでいつもあの揉め事をやってます、はい、俺はするなっつってんですけど、はい、しちゃ終わりだぞっつってんですけど、はい、まあ今そのガチャ何百何だろう何百連ぐらいの、 あの、ね、投資はしちゃってるんですけど、課金しちゃってますけど、ちょっとこのお金考えたらあれなんで、俺家帰ってちょっと課金してきていいですか。いやダメです、100連ガチャ引いてきていいですか。でもサムさん初打ちっていうことでしたけど、はい、全然不安はないことないですか。やっぱその大きい海4とか、うん、大海4とか、ね、海シリーズを打ってたら、ね、すんなり、すんなり入れますね、やっぱり。そう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 、うん、あのそこなんですよ。僕もやっぱり久々のね、ナリンちゃんと会うってことで、はい、ちょっと海トークもうまくできなかったなと思ってたんですけど。そっちの不安とかでかかったんかい。なんだろう、ナリンちゃんが持ち玉ちょうだいって開口一番言った時に、はい、いつもと一緒だなって、はい、どこに安心感覚えてるんですか。まあそれと一緒かなっていうなんか感じで思いました。私の挨拶じゃないんで、持ち玉ちょうだい。懐かしい気がしました、はい、あ、こういう人だったんですね。いやそうなんですよね、やっぱ海シリーズを打ってたらすぐに分かる部分があるのと、ただ清流らしさもあるじゃないですか。ああそうですね、 SC に入った時のやっぱ他の女性ライターと違うっていう、はい、やっぱりらしさってのありますね。成ちゃんが私がね、あのやっぱギャップね、あといやギャップありますね。そう、穏やかな場面から、うん、その緊迫したところに一気に変わるっていう、ね、そこは乗れないな、もうそこまでは乗れないです。乗ってきてください、そこは。なんかそういうとこ言わせようとしてるのが今すごい分かっちゃったんで、私にもギャップあるでしょみたいなとこがあったんで、もう言えないです。ごめんなさい、もう言えないです。でもこの間ナリンちゃんがそのなんだあの花火大会の時にね、俺を横から映したやつやって、で俺がなんか大仏さんみたいな感じだったんです、あのお供え物のね、ちょっとね、そう3回横から撮ると想像以上にちょっとまんじゅうみたいだったんですよ。あれは私の撮り方が悪かったです、あのこの浮きみたいな感じだったんですよね。そしたら、まあ、それを見たね読者さんが、はい、あれサムさんちょっと太ったって言ったんですよね、はいはい、だからナリちゃんが私の撮り方が悪かったのかな、あれは撮り方が悪かったです。そんなねサムさんがみんな太ったって言うと思わなかったんで、すごいっすね、なんかどんなことでも、はい、なんかうまく濁してくれるじゃないですか。いやまあ濁したっていうか、いないところで悪い風にいじるの嫌なんですよ。じゃあ今400ハマってる俺を、はいはい、ちょっといい感じでポジティブに言ってくださいよ。それは無理ですよ。絶対無理です。無理か。なんだここでフォローは来て、でもここらに意識が出るのかなと思って、出なかったのか、ここでフォローしっぱなしでした。ボロボロで、まあボロボロですね、もう確かにもうなくなりそうです。さあサムさん、清流ね楽しかったですけれども、はい、ちょっと、うんまあ、私たち海も気になりますので、うんうん、海コーナー行きますか。お、贅沢な移動ですね。移動しますか、清流川からね、うん、海へ。まあ、YouTuber っぽいちょっとことをやっていこうじゃないかというゲーム実況でございます。パチパラ14ということで、はいはい、着替えてあれですね、あそこの何でしたっけ、アパート、アパートで、はい、行っちゃいますか。駅の真ん前だって言ってたんで、はい、ちょっとじゃあサムさんナビしてもらっていいですか。いいですよ。ギリですか。どっちだろうね。あ、自転車、お、自転車がある。そうですね、これ自転車じゃないですか。でも、ね、仮パクはちょっとね。あ、でもこれ言ってた自転車じゃないですか、ほら本当だ。あ、そうですよ、だってこれじゃないですか、うん、小川さんが言ってたの。そうですよね、これを持ってくれば直すよって言ってたんだよ、はい、持って帰って OK だと思います。これで行ってみますか、はい、あ、やばいやばい、すごい音が見つかった。それは俺が先に目をつけていた自転車なんだっつってね。あれ、え、え、え、500玉出してくるんだったら譲ってやってもいいんだけど、そのサム見間違いに玉を出せっていう100年早いですよね。まあね、そんなに払う気はない、まあ、そりゃそうですね、ないっすね。馬になって1000玉報酬でもらったんだからね。本当ですよね、半分取られちゃう、なん
だろうな、ネギロウっていうのか。ずいぶんネギったな、おい。半額にしてください。250玉出してくれるなら譲ってやろうと。もうちょっといけるんじゃないですか。まあ、ナリンちゃんってそういうことじゃないですか。それくらいも払う気はないと。もうちょっといけますね。うん、結構乗り気だな、この人。ずいぶんいったらこれワンプッシュ来ちゃいましたね、これでね。125玉持ってください。ちょっと待ってください、払う気はないって。おお、ちょっと待って、10玉になった。最初ね、500玉だったのが10玉になりましたね。わあ、ちょっと待って、まだあるぞ。行く、ちょっと一回行ってみますか。行きます。まだありますよ、多分。まあね、大体これ、まあ、やっぱね、本当だ。これ根性見せないとダメなんですよ。なるほどね。ほら、おお、すごい。ゲット、ただでゲット。まあ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 ね、500玉がただになります。すごいな、こういうことです。さすが成田優子さんだっていうね、話が来ましたけど、すごいですね、やっぱ成田さんってああやっていつも生活してるんですね。僕もこれから気をつけないとな。宝子ちゃん、はい、自転車見せればなんとかってね、言ってましたからね。お、私見ますか、錆びて動かない自転車。いいですね、はい、トントン拍子で、そうそう、どこでちょっと手渡して。そうなんですよ、偶然ね、見つけちゃったんでね。交渉に交渉を重ねてね。あ、でもすごい、明日には治ってると思うから。だから駅の目の前がマンション、アパート。あ、これか、ここだと思います。隣に綺麗なお姉さんとか住んでる感じ。引っ越しますか。まあね、引っ越していいと思いますよ。はい、さあ引っ越しました。さあ、一人暮らしだぞ。さあ、え、まず何畳から調べるんですか。間取りをね。なるほどね。さあ、ここが東京か。お風呂ってあるんですか。ああ、あれ今のとこ、これお風呂ですか。違うか。なりんちゃんって何ですか、その洗面所のことお風呂って言うんですか。僕知らなかったです。じゃあ出ますか。まあ、街に出たとこで何をやるんだっていうのもね、ちょっとありますけどね。ああ、もうね、まあ、一応。え、出かけに折り込みチラシを見た。あれ、今日は銀玉会館がサービスらしい。あれ、あれ見ちゃったね。いきなり折り込みチラシがね、入ってるってとこも。散策するしかない。 あちょっと待ってください、目の前にやばい。目の前じゃないですか。え、アパート出てすぐ。あれ、うーわ、え、でも着ぐるみ NG なんじゃないですか、やっぱさすがにホールっていうのは。将軍田畑店さんぐらいしか。でもあれ、あれ誰か。頼む、あれ、俺もあんたみたいなパチプロになってパチンコで稼いでいきたいんだ。そんな簡単に頭を下げるようなやつがパチプロだと話にならない。いや、確かに後ろ姿ちょっと似てますけど。ちっだよ、ね、やそり。あ、てめえは何しに来たんだよ。俺は絶対に劇団には戻らねえからな。お、千夏を心配させるな。おとなしく劇団に戻れよ。まあ好きに捨てばいいんじゃないですかね。なるほどね、やっぱり何じゃって、そういうね、放任主義のね、なんかすごいとこありますね。はい、どうぞ言ってますか。好きにすればいいさ、俺には関係ないね。うん、俺の好きにさせてもらうさ。反発しちゃっちゃうんですよね。そうね、愛してやる。おい、坊主。あれ、さっき、あれ、やば、ちょっと強そうですね。強そうですね。どうしてそんなにパチプロになりたいの。俺の親父もパチプロだった。姉ちゃんは親父のことを悪く言った。親父みたいにパチンコで稼いでいきたいんだ。パチンコの腕一つで生きていくなんてかっこいいしな。そう、みんな最初はそう思うんですよね。うん、まずは車中泊からね。そこなんですよ。坊主の覚悟はよく分かったね。俺も一人前のパチプロに育てて。え、やば、なんか社長総理なんだ。明日もう一度この店に来な。待ってて。明日、
明日。本当か？ありがとうよ。あ、移動中に何かあったみたいなのがないんですね。ね、星が光り輝きましたね、うん、あ、自分自身帰るぐらいですから移動中もないもんねと思うんですよ。玄関で黒猫と目があったのあれ、おこんばんは、小金沢さん。あら、これ千夏さん。千夏さんじゃないですか。うん、どう、こんばんは千夏、うん、俺に何か用か、うん、その鍋は何だ、どちら様ですか。千夏だって鍋持ってますよ。そうですね、うん、その鍋は何だ。これ小金沢さんへのお裾分けよ。これね、ホルモン代をしくりじりました。そうですね、隣の202号室に住んでる、そう、三浦千夏です。隣、驚いたでしょう。カジさんも私が隣に住んでるって知らなかったらしいな。やば、これちょっと ね、晩御飯に騒げませんね。ちゃちゃですよね。小金沢さん、よかったら食べない。でもやっぱりね、上からキャラで来てるじゃないですか。まあそうですね、今までキャラはぶれない方がいいですね。どうしてもって言うなら食べてやってもいいけど。何よそれ、私だって無理に食べてもらおうとは思ってないわよ。ちょっと作りすぎちゃったからお裾分けに持ってきただけよ。ケイスケのことだからどうせすぐ帰ってくると思っていつも通り2人分作ったんだけど。悲しくなっちゃった。ちょっと言うんじゃなかったんだよね。心苦しいですよね。ハチプロになるなんて諦めて早く帰ってくればいいのに。それじゃあおやすみなさい。あれ、あれ鍋は、あれ、あれ、鍋持って帰っちゃった。鍋もらえるな。